太平洋 X ポイントは、手塚治虫による日本の漫画作品。少年少女冒険王1953年1月号別冊付録に描き下ろしとして発表された。少年少女冒険王子では100ページを起こす特別別冊をたびたび付録にしていたが、その第1号が本作であり、手塚は1週間で描き上げたと後書きに記している。書出時の題名は、太平洋 X 点。 1955年に炭鉱本化された際に、太平洋の火柱と解題され、その後、太平洋 X ポイントと再解題された。炭鉱本化の際にラストシーンが描き直されている。終盤の舞台となるあなた藩島は、マリアナ諸島に実在する島で、執筆当時、日本兵の生き残りがいるというニュースが報道されていた。作中では、あなた藩島をもじった、島も、 あなた半島の近くの島として登場する。すでにスターシステムとして多くの作品で主要登場人物を演じていたヒゲオヤジが本作では泥棒というダーティヒーローを演ずるキャスティングも特徴として挙げられる。宮崎駿は小学生の時には特に本作を好きだったと挙げ、小さな次元爆弾で戦艦が沈む様を非現実的としながらも作り方を工夫すれば、 今でもテレビスペシャルでいけると語っている。本作に登場する空気爆弾を減水爆の脅威を予見とする見方もある。2013年には手塚治虫生誕85周年記念として秋田書店から冒険王別冊付録幻の6作品完全復刻限定版ボックスとして復刻版が発売された。泥棒の地下鉄寒い地味は コスモポリタン国のコスモポリタン市にあるナーゼンコップ博士の研究所からまんまと金庫の大金を盗み出すことに成功する。金庫の書類は手つかずだったため、ナーゼンコップ博士はどうにか研究を続けることができた。15年がたち、ついにナーゼンコップ博士は空気爆弾という新型爆弾の開発に成功する。学者たちは空爆の連鎖反応で、 地球上のすべての空気が爆発することを懸念するが、コスモポリタン国軍部は連鎖反応は制御可能であると空爆の爆発実験を太平洋 X ポイントで行うと発表。街では連日空爆反対のデモが開催されるようになっていた。そんな中、元泥棒一味のマックスがサムの元を訪れ、サムの息子エリックは父が泥棒だったことにショックを受ける。 サムは空爆実験を中止させるために、ナーゼンコップ博士の誘拐を計画し、博士の屋敷に忍び込むが、屋敷で博士と博士の一人娘ノーマが言い争っているのを目撃する。すでに空気爆弾は、太平洋 X ポイントことあなた半島へ運ばれ、もはや博士が止めることもできないのだった。博士に怒ったノーマが屋敷を出ていくと、博士は拳銃自殺を図った。 そして屋敷は警察に包囲され、サムだけが逃げ出すことに成功する。サムは、エリックと二人で、あなた半島に行き、実験を阻止しようとする。どうにか、島に着いた二人は、島の原住民に、化け、次元爆弾を手に入れると、原住民の村長の娘から空爆が積み込まれた、船の図面を手に入れることに成功する。実はこの村長の娘、ノーマの変装であった。 守備よく船に爆弾を設置し、船を爆破することに成功するがサムは銃撃され、命を落とした。太平洋 X10 に関するカテゴリー。ありがとうございます。